毎日ポジティブ。はい、スーパーポジティブティーチャー福です。このチャンネルはですね、私スーパーポジティブティーチャー福地がですね、毎日、役に立つですね、皆さんにポジティブなことを発信するというですね、そういう番組でございます。はい、そしてですね、私今ウーバーチャレンジというのをやっておりまして、私のポジティブティーチャーが思い入れているお店がですね、今閉店中なので、今この期間にですね、ウーバードライバーとして、毎日ですね、僕が今ドライビングをして、その時に気づいたいろんなポジティブなことを発信しております。今日がですね、19日目ですね、でございます。はい、今日ですね、昼のお仕事がお休みだったので、今日は予定があったんです。大切なですね、僕の本当仲間がですね、美味しいラーメンをですね、ぜひとも紹介したいということで、今日ですね、中野の富士見町の方のですね、麺香というですね、麺ラーメンの麺に好きって書いて麺香というですね、もう27年ぐらいやられてるすごいですね、ラーメン屋さんなんですけども、そこにですね行こうというふうに言ってくれて、僕はですね一緒に行かせてもらいました。もう感動しました。何が感動って、まずそこのですねお店は無化調、化学調味料ですねを一切使ってないんです。本当に美味しいお魚のですね出汁、魚介の出汁と野菜の旨味だけでスープを作ってるんです。でそのお店がですね10時半オープンなんですけども、その店主のおやつさんはですね、もう前の日のもう24時ぐらいにはですね店に入ってもう出汁を作り続けると。そして、お日の10時半からですねお店をオープンして、早い時にはもう12時半でもう終わってしまうという、そんなですね、だいたい営業とかも3時間ぐらいやられているという、そういうですねお店なんですけども、今までですね僕無化調のラーメンを一回も食べたことなかったです。で初めて食べたんですけど、もうスープがまず違います。全然違うと言っても過言じゃないぐらい、本当にあ、こんなにスープってこんな味したんだ、今までどれだけ化学調味料を入れたスープを飲んできたのかっていうのが分かったぐらい、本当に旨味が凝縮したですね、優しい深い思いやりのあるスープでした。でそこのラーメンをですねペロッと食べて、で餃子もあった、餃子もうまかった、餃子も優しいですね、懐かしい味の本当に野菜の旨味がギュッと凝縮した餃子食べて、でなおかつつけ麺も食べたんです。そのですね仲間がつけ麺もうまいよって言うんで、一緒につけ麺も食べて、つけ麺もペロッと食べて、ラーメン、つけ麺、餃子をペロッと食べて大満足でした。本当に超おすすめです。まあでも人の好みがあるんで、僕は好きだったということですね。初めて無化調のラーメンを食べて、つけ麺を食べて本当に美味しかった、うん。で、体にもですね、悪くないわけです。化学調味料をつけて添加物も使ってないわけですから、こんなですね素敵なラーメンがあるんだと。それもそこまで忙しくないです。なので意外と入れます。ピークタイムは厳しいかもしれないですけど、早い時間帯10時半ぐらいに行けば入れますんで、僕は超おすすめです。本当にですね紹介してくれた仲間に本当に感謝ですね。はい、そしてですね僕は今日は昼寝をがっつりしてですねウーバードライビングを始めたのが4時から、僕は4時から始めました。で本当に今終わって今これを撮ってるんですけども、まあ、結果がいきたいと思います。結果はこちら、1万455円、時間は7時間と12分でしたね。はい、なので、今日の時給は1452円、7.2 時間ですね、やりました。まあ、ちょっと遅くはなってしまったんですけども、やっぱり集中、そして緩急つけて瞬発力、この3つがあってチップもですね、今日もいただけて、1万円を達成したので、7.2 時間で、終わることができました。で、今日のお話なんですけども、今日はですね、実は僕のウーバー、今ウーバードライブやってるんですけど、僕に師匠みたいな方がいてですね、その方がすごいんですよ。本当に1万円ぐらいの売り上げだって5時間ぐらいでですね、終わりにしてしまうぐらい、もう時給2000円ぐらいの動きをしてる人なんですよ。で、僕が今、急激に、ね、最初始めた時はね、もう時給852円からスタートしました。そこから900円になって1000円になってって、こう上がってって、もう最近になったらもう1万円連発ですよ。はい。で、これのですね、なぜこんなに急激に上がったのかって言ったら、もちろんですね、
集中と緩急と瞬発力もあるんですけど、その師匠のようなですね、本当に僕に限界を見せない、こんなに稼げるの、こんなにその人すごいのは、ちゃんとチップもお客様からもらって、ちゃんとお客様の満足度も 98% ぐらいあるわけです。僕が今 99% なんですけど、その方も 98% お客様にも満足してもらって、お店にも満足してもらって、なおかつとんでもないですね数字を叩き出している方なんですけども、やっぱりその人が僕の限界を常にぶち壊してくれるんで、僕もね今 Uber 稼げないのかなとかっていろいろ思ってたんです。でも実際やってみたら稼げるんですけど、稼げない人もいっぱいいます。何がそうさせるのかといったら、稼げないという頭の中の限界を決めちゃってるんですよ。今もうどうせ Uber ドライバーいっぱいいるから稼げないんでしょ、だから稼げないんですよ。でもその人、僕の師匠はですね、常に僕よりも全然上のレベルでやってるんで、あ、俺もできるという気持ちが限界を、自分の限界を超えれるんですよ。もちろんね、怪我したりとか、健康をですね、害するようなことはしないんですけど、あ、もっとできる、もっとできるって考えて毎日やり続けてきたら、最近の結果になったんです。はい。これでも、まだその師匠に比べれば全然なんです。そういう人がいる、いないで、飛躍的にですね、レベルが、上がると。これはですね、実際、社会においてもそうだと思います。尊敬できる先輩。尊敬できる師匠みたいな人がいたら、その人のやり方を少しでも盗めば成長が早いわけじゃないですか。ただね、僕はその師匠からいろんなアドバイスいっぱい受けてるわけではない、そこまで。でもその人が限界を超えてくれる数字をいつも見せてくれるから、あ、きっと何かあるんだ、きっとできるんだと思って考えて考えて毎日考えてやり続けると、時給がだいたい1400円を超えてくる、1万円を超えてくる、8時間やっても1万円を超えてくるというところまで来ました。でもまだまだなんです。もっともっとできると僕も思って、でもそれがなぜ思えるかといったら、その人がいつもそれを見せてくれるからなんです。こういう人がいるかいないかで成長が飛躍的に変わると僕は思ってます。僕はその人がいてくれてすごく感謝しております。なので皆さんもね、もっともっと成長したいとか、もっともっとその業界のトップを目指したいというんであれば、業界のトップの人とか、それに準ずる人を目標にして、その人にやることをいっぱい盗んでやれば、きっとですね、早く成長できるし、いつかは越せると僕は思ってるんで、今日はですね、そういう師匠のようなすごい方、自分の限界を決めないような、むしろぶち壊してくれるような人を見つけることが大きく成長できるチャンスがあるよという話をですね、今日はさせていただきました。ということで、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。